はい、じゃあね、クリプト美容室をお届けしましょう。いやーね、ボス戦もね、楽しいっちゃ楽しいんですけど、やっぱりこう、なんかね、こう、戦闘、まあそういうゲームじゃないんであれですけども、やっぱりこう、BB を抱えつつ、足場を気にしつつ戦うっていうのはなかなかこう やりにくいもんはあるなとは思いますけどね。やっぱ足取られちゃうもんね。はい。で、この下かな？隔離病棟にいるんだっけ？結構、危険な状態かもしれないね。まあそれはね、みんなをこう連続で飛ばしちゃうんだもんね。ほい。あ、マジか。だがそれだけ大量の虫があればおそらくこちら側に帰ってくるはずだ。着付けに何匹か食べればフラジャイルも回復してくれるだろう。ありがとうサム。結構、消耗しちゃったね。48か。あ、でも50%未満であればいいのか。こう、ギリギリ。サム！あの距離をよく一人で。戻ってこられたな。ハグしてやれよ。これでブリッジズのメンバーが全員揃った。全員？ダイハードマンもか。短期間にビーチでの移動を繰り返したせいだ。カイラル物質が体細胞を汚染して、それぞれの細胞にジェットラグが発生している。そのせいで生体のホメオスタシスがおかしくなった。大丈夫だ、命に別状はないが、とにかく今は休ませている。ダイハードマンは別室で医療スタッフの介護を受けている。隔離病棟の外で倒れているのをスタッフが発見した。クリフのビーチから戻った時のようにカイラ汚染を除去し、回復を待つことしか我々にはできない。戻ったのね。食べるか。ありがとう。やっぱり私が必要でしょ、サム。ビーチにたどり着ける伝説の配達人が。体力も精神力も限界だ。だが君とサムに頼るしかない。ああ、何度もアメリのビーチを探した。そのおかげで分かったことがあるんだ。多次元宇宙論で言えば、彼女のビーチは我々のビーチの上位次元に存在するようなんだ。私が他人のビーチを共有できるのとはまさに次元が違う。ジャンプはおろか、見つけることすらできないフラジャイルさえも。例えるなら心臓と血管の関係だ。一人一人のビーチはいわば一本の毛細血管だ。アメリのビーチはそこに血液を送り出す心臓のようなもの。今までは血管同士はつながっていなかった。しかしアメリというコアがそれらをつなぎ、指向性のある流れを作った。つながった血管は心臓から全ての指令を受ける。
つまりアメリが全ての血流を制御する。その流れに逆らってアメリのビーチに行けるのは君だけだ。だがこれまでもそうだったように、そこから君を返すことができるのもアメリだけだ。だがあのビーチからフラジャイルもダイハードマンも戻ってきた。あなたの後で私も強制的に戻されたの。少なくとも私の意思じゃなかった。あなたも私もアメリに帰還させられた。意図的に。意図的に？なぜ？私はこう思うの。いい、彼女はあなただけに来てほしいのよ。彼女の最後の望みじゃないかしら。君は絶滅体が彼女がアメリだと思っているのか。ラストストランディングを回避して無事に戻ってくるには、俺がアメリのビーチへ行って彼女に絶滅を思いとどまらせるしかない。そういうことか。そうだ。言いにくいことだが、君にしか頼めない。君に彼女を説得できるのかわからないけど。あんたの説得を受け入れない場合、あんたは絶滅体をどうにかして殺すしかない。そうなると世界は助かるけど、あなたはここには二度と帰ってこられなくなる。永遠に。サム・ブリッジーズからの配送依頼だ。俺を彼女のところまで届けてくれ。俺はアメリに会う。もしアメリが絶滅を思いとどまったとしても、いつか人は滅びる。でも俺たちはそれまで未来を作ることが許される。たとえそれがわずかな延命だとしても。昔それをやったか弱い女性を知ってる。人も世界もいつかは壊れる。たとえ壊れたとしても修復し、ボロボロになってもまた壊れないように努力することはできる。それが応急処置でも、それが生きることなんだ。壊れ物にはもう興味がないと思ってた。洞窟で君と出会った頃、俺は世界や未来やアメリカのことなどどうでもよかった。今の自分だけを見て生きていた。俺はどこにもつながっていない。過去を悔やむことで自分をごまかしていた。ただの壊れ物だった。ところが俺が荷物を届けた人たちは、俺が到着する未来をいつまでも待ってくれていた。荷物が届く明日を信じてくれたんだ。待つということは未来を生きることなんだ。だから俺も未来を壊したくない。戻れないかもしれないんだぞ。俺が失敗すればこの世界は滅びる。かわいそうに。ポートノットからずっとスティルマザーとつなげられなかった。これ以上はもう無理だろう。分かった。回復するようにできるだけのことをするよ。
集中して。アメリを探して。さあ、彼女を感じて。愛してるんでしょ、アメリを。帰りましょう。大丈夫。私が返してあげる。はい、やってきましたね、アメリのビーチ。すっげえ映えるとこに来たね。ねえサム、どこここ、すげえ綺麗だな。なんかずっと見てられるね。すげえな、こういうとこ行きたいね。ないけどさ。なんかさ、アメリがこう積極的、まあなんか世界をラストスランディングを起こそうとしてるみたいな感覚認識だよね。なんかみんなの中でそういう認識になっちゃってるけど、そんなんだったっけ。あれ、なんかサムとアメリでさ、ビーチをこう楽しそうに走ってた時はまだこうね、そんなんじゃなかったよね。なんとか今はもうアメリをなんとか説得して思いとどまらせて、世界をね、破滅させるのを思いとどまらせて一緒に帰ってこいよみたいな感じだもんね。なんかラスボス感出てるもんね。いつからそんな流れになったっけ、わかんないな。たびたびね、ついていけなくなることがあるんだよね。まあなんとなく分かることはわかるんですけど。はい。まあでも今の、目的は、このビーチにいるであろうアメリーを探して、絶滅をね、防ぐべく、説得しましょうっていうことですよね。いやー、これ映えるなー、いいなー、これ。まあ、いいか、アメリーを探しましょうか。ここからどうすんだったっけなー。で、ひたすら歩くんじゃなかったかなー。確かね。で、装備は何もないんでね。もう靴ぐらいか。ひたすら走りましょうよ。
ロンドン橋落ちる落ちる落ちる、ロンドン橋落ちる。My fair lady。ラストストランディングが始まった。アメリ。遅すぎたわ。ずっと待っていたのに。君は？あなたにはまだ私が誰だかわからないの。誰なんだ？さあ、久しぶり。よく来てくれたわね。ずっと待っていたわ、このビーチで。あなたが私を絶滅を止めに来るの。ブリジットなのか。そう、私はブリジットよ。アメリは私の子供さん。いえ、サマース・アメリカ・ストランドはそもそも存在しないの。アメリは存在しない？あなたの世界にはね。ごめんなさい、サム。私はずっと仮面をかぶっていた。アメリ、ブリジットもどちらも私自身なの。どういうことなんだ？いい、もう時間がないの。これから私の秘密を話す。黙って聞いてくれる？サム、わかった。私はアメリでもブリジットでもない。あなたたちが言う絶滅体なの。さあサム、選択は二つ。選んでくれる？俺を殺すのか。そうね、ここで撃たれれば機関車のあなたでもあの世に行ける。でもそれは選択の一つじゃない。私は以前にあなたを一度殺しているから。ラストストランディングは始まっている。北米大陸に生きる全ての人々のビーチは私のビーチと結び目を作った。もうすぐ大量の反物質がここを経由して全ての結び目にあふれ出す。そうなればこの世は一気に消滅する。ビッグバンのように。
それは誰にも止められない。いい、あなたができる一つ目の選択、それは人類の絶滅を私とここで見守ること。絶滅を見送れと？ええ、二人で最後のひとときを過ごす。悪くはないでしょう。世界はいつかは滅ぶのよ。じゃあ二つ目の選択はどう？あなたが大陸を結んでくれたおかげで、人それぞれに紐づいた個別のビーチは全て一つにつながった。このキープのようにね。そこにあの世とのゲートを開けた私のビーチをつなげることで、ラストストランディングは起こる。あの世とのゲートはすでに開かれた。でも私のビーチをあなたたちの世界から切り離すことができれば、ラストストランディングは食い止められる。今すぐ絶滅することは回避できる。ラストストランディングは止まる？いいえ、このラストストランディングは止められない。始まってしまったから。だからここを閉じるしかないの。君を切り離せばデスストランディングも止められる？デスストランディングは止められない。第六の絶滅はいつかはやがて起きることなの。あなたたちは速やかな絶滅を何もせずに見届けるか、緩やかな絶滅とつながったまま残りの寿命を消耗するか。他に選択はできない。覚えている？それは悪い夢をいい夢に変えてくれるおまじない。あなたは世界をつないできた。だからあなたに委ねるの。絶滅無とのつながりをどうするのか、今回の絶滅とのつながりをどうするか。サム・ストランド、さあ選んで。待ってくれ。どうすればいい？あなたが繋いできた。だからあなたが決めるしかない。さあ L2 で構えて R2 で撃つ。ただそうじゃないですよね。繋いできたのであればこうなんですよね。つなぎ止める。何があっても君から教わったことだ。ドリームキャッチャーよ。眠れない時につけて、私が悪夢から守ってあげる。私とあなたはいつもつながっている。大人になったらそれで世界をつなぎ直して、そしてその時になったら私を止めに来てね。私を止められるのはあなただけ。約束よ、覚えておいて。サム、あなたをビーチで待っている。思い出した。アメリ、君は初めから初めから分かっていたわけじゃない。いくつもの夢を見たけど、未来はどれなのか分からなかった。あなたたちドゥームスが見た絶滅夢もそう。どれが現実になるかは分からない。
その点と点を結んで未来を形作っていくことが時間の流れというもの。でも私には時間の流れがない。私は線ではなく永遠に流れない点でしかないの。だから選択肢を夢に見てそれらをあなたたちに託すことしかできなかった。それが絶滅の。あなたがその点と点をつないで線にしてくれたの。生きること、それは点をつないで時間の流れを示すこと。ありがとう、サム。銃なんてここでは必要ないけど、他の使い道があるはず。あなたは銃ではなく絆で世界をつなぎ止めた。それが希望であるなら、ビーチと共に私はここに残る。私は喜んでこのビーチを閉じるわ。ビーチを閉じる、やめろ。始まってしまったラストストランディングは誰にも止められない。だから私のビーチをあなたたちの世界から切り離す。君はどうなるんだ、サム。私はビーチそのもの。私はここでずっと絶滅を見送ることになる。何万年、何十万年続くかは分からないけど。一人で絶滅体の役目よ。でも世界の絶滅を一人で見届けるなんて、私には耐えることができなかった。絶滅がいずれ起こるのならそれを早めても誰にも責められはしない。それでラストストランディングを。そんなの悲しすぎる。でもあなたたちはつなぐことを選んだ。たとえ絶滅という黒工事が待っていても。だけど覚えておいて、絶滅目前のあがき、それこそがこれまでのビッグファイブに起こった生命の進化だったの。絶滅は消滅ではない、それは希望だったの。私という存在はそれを見届けるための人柱なのよ。だからあなたとはつながったまま私はここを閉じる。ありがとう、サム。